はい、おはようございます。今日は結局競馬場じゃなくておうち競馬にしました。せっかくなんでね、ゲストを呼んでおります。よろしくお願いします。ボーカルの森さんです。よろしくお願いいたします。ですね、まあバンドメンバーの方で結構競馬とか行くんですけど、森さんの、馬券の買い方がかなりえぐくてですね、毎回パドックだけを見て、買うんですね、馬券を。当然当たらないわけですよ。もう打率としてはかなり低いんですけど、たまにえぐいやつが当たるんですね。ワイド1点で、1点100円チャリンって入れただけで、25倍とか当てたりするんですよ。まあそういうちょっとね、むちゃくちゃな、買い方するんで、まあちょっと、まあ今日は、まあやってみましょうということで、はい、じゃあ、タイトル言いますか。はい。じゃあせーの。パドックだけで馬券を当てよう。いや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 、まあこういうこともね、ちょっとやってみたかったんでね。ただですね、競馬そんな甘くないぞと思います。まあ、今日はね、いろいろ、まあ、レース3会場ありますけど、とりあえず、まあ2会場ぐらい、2会場基本にして、やっていこうかなと思ってます。3会場多分落ち着かないと思うんでね。ちょっと、まあ一応ね、ルール的なものを、用意してあります。何でもかんでも一応ね、まあ、先ほど言いました、まあ今日2会場、各レース2点ずつ。で、副賞と枠連は、なしにしようと思います。なぜかというと、例えば、副賞で全レース2頭ずつとか言われると、さすがに当たりそうだからです。あと、枠連は、選んだ馬じゃない同士の枠連がハマっちゃったりすると、それパドック関係ねえじゃんっていう話になるんで、枠連もなしです。この他の2点ずつで、一応ゲストってことなんで、今回は、僕が、お金を、出します。そして、もし、当たったレースがあったら、配当は森さんにあげます。こんなレース、こんな話ないですよ。人の金で競馬やって、配当がもらえる。もうこんなことないですよ。ないんです。そんなことはありません。ちゃんと。1レースも当てれなかったら罰ゲーム的な、はい、ですね、もし今日1レースもパドックで当てれなかったら、森さんのツイッターネームを旧ツイッターネームを変更してもらいます。僕の好きなものに変更してもらいます。好きなものに、もう何にしようかな、何にしようか。ウジ虫とかどうですか。今日悪口じゃゴキブリとか。悪口だけど大丈夫ですか。あ、本当、じゃあどうしようかな。まあね、バンド的にやばいよね。そうだね、どうもゴキブリですっていうのもどうだと思うんで、わかりました。まあちょっとね、じゃあ風物詩的なものをね入れて、ナマコで行きましょうか。ありがとうございます。じゃあ、今日1レースもパドック診断で当てれなかったら、森さんは今日からナマコになります。期日はね、まあ、僕が飽きたらでいいですかね。もうずっとナマコで行けって言うかもしれないです。か次回もしこの企画が良くて、もう一回やって、その時当てたら7個解消です。でもその時もまた罰ゲームで銀杯とかにしたら銀杯になっちゃう。銀杯になる。更新です。更新です。そこはそうですね。そうですね。その時もまた手、また僕、また俺が金出すのか。金は、まあ、しょうがない、ゲストですからね。まあ、そう、必要経費ですから。そこでもし次回、当てれなかった
当てれなかった時も、ツイッターでは更新されますので、次回も俺も考えておきますので、銀杯やったかもしれないし。お金を出すよりもひどいんじゃないかな。まあ、僕の今日の気持ちとしては、この何千円で、あなたのツイッターアカウントの名前を買ってるみたいな意味で、もうはっきり言って、もう俺の中では生子やから。もう生子やから、もう当てれるわけがない。競馬そんな甘くない。ちなみに僕は勝手に競馬楽しむんで。でもね、僕が金、その2点ずつ少ないですけど、僕が金出すんで、今日僕マイナスからスタートなんですよね。中山8が決まったそうです。11と5番と8番が気になってるそうで、じゃあこの3頭ですけど、買い方どうしますか？11ターン。5番と8番が。はい。58はワイドで嬉しいです。一番目をもう、ちょっと、なんか来た。すげえ、届いたか。あれかね。惜しかったな、リュウ。はい、幸先悪いですね。悪いですね。残念でした。リンレースを目の前にしてね、ちょっとかっこいい当たりが来てないんでね、この辺で、オープンしていこうと思います。失敗しますか。うん、ダメ出すことか。確かに、だんだんわかる馬できたね。うん、1か11は俺もやりてぇな。さすがにメインは俺もやりてぇな。今日のメインは、京都の東海ステークスですね。去年は京都改修中だったんで、中京で見たんですよね。あの時にプロミストウォリアーの圧倒的な強さ見て、もう踏み込みましたね。今年、チャンピオンズカップ、最初出るっていう話だったんですけど、残念ながら、なんか体調不良でしたよね。取り消しになっちゃって。まあ、プロミストウォリアーまた見たいですね。今年は本当ダートが熱い。ちょっとね、僕ピンときてないんですけどね、今日は。最初ね、ツイッターとかだとキリンジ行こうかなと思ってたんですけど、ただ、東京大賞典の時のミックファイヤーが、もう要するに中央勢に対する、地方馬のダートの格付けっていうものを、もう、形付けちゃったじゃないですか。やっぱり叶わないっていうのを、惨敗だったですよね、ミックファイヤー。僕もかなり、他の動画見てもらったら分かるんですけど、かなり厚掛けしちゃって、もう馬券すべてをミックファイヤー絡めて買ってて、で、それでダメだったんで、で、キリンジは、ダートダービーの時にミックファイヤーに2着なんですよ。もう、そこのランク付けされてる以上、ちょっとこちらとしても、単に応援するっていうだけでは、買いづらい。馬になっちゃいました。いい馬だと思うんですけどもね。ってことで、個人的に、京都、東海ステークスは、ダートの相性が池添さんすごいんで、ビクティファルスは、ちょっと、今とこ軸かな。軸かなと思ってますね。あ、京都行ってきましょうか。東海ステークスです。ついに。6。
いえ、ダメな、一応メインなんで場面言いましょうか。京都11、オメガギネス、オメガギネス、はい、10番、あと知らない、10番オメガですね。6番、ペプチドナイル、で7番サンライズウルス、この3頭です。いいとこついてますね。うん、まあ結構上位も上位で、あでもパドックでこの3頭なかなかいい調子じゃないですかね。 で買い方どうしますか。10と6 16 17ワイド、なるほど。まあお任せしますけど、まあ、パドックだけでもやっぱりいいんですよね。オメガギネス、まあもうネタ、まあレース前ですけど、メインなんでね、まあちょっと言っちゃいますと、オメガギネスダントツの一番人気なんですよ。でここを軸に6と7選んだわけですよね。もうやっぱりいいんですよね、こうパドック見てね。それだけかな。まあ確かに強いけどね。まあまあ強いですよね。うん、ちょっと勝ちきれないイメージはあるけど、こんな強い重賞レースに行ってことがあんまない。ああそうね、そうね、ちょっと違うレースで一着とか。そうそうそう、要はだからオープンとかリステッド止まりってことよ。そうそうそう、でも一着グレードクラスに来ないんだよな。うん、一生クラスとかだと強いんだけどみたいな。11始まりました。4頭選んだのに1頭も来てねえのか、副賞にも分からんでないのか。おーいいですね。これぞって感じがしますね。お酢飲まなかった方がいいんじゃないですかねこれね。はい、中山11がそうです。7と12ワイドで、AJCC ですね。東海ステークスに集中しすぎて、この AJCC 全く僕もちょっと情報不足で、もうほんと新聞ぐらいなんですけど、今日はまあ、もちさんの言ってる、アドマイアハレーと、ボッケリーニのワイド、これとてもいいんじゃないかなと思いますし、うん、ボッケリーニを、まあ、軸っていうかボッケリーニをしたいっていうことだったので、そこからアドマイアハレー田辺さんに増すっていうのも前走いい競馬してますから、とてもいいと思うんですよね。僕はもうわからないんですよね。モリアーナとか空手とかこの辺がありそうなんですが、おそらく東海ステークスが硬いと思うんですよ。で AGCC は僕はちょっと荒れるんじゃないかなと思ってて、はっきり言ってビリ人気はちょっと言い過ぎですけど、その辺まで馬券ないワンチャンあるんじゃないかなと思って、で今日キングスコートさん調子いいので、副賞1点の、11番人気馬番6サンストックトン、これの1点でちょっと狙ってこうかなと思ってます。ちょっとレンとか、うん、分かりにくいんで、まあもうちょっと荒れてくれたらラッキーですけど、僕はちょっとここで、うん、まああと基本的になんですけど、あんまり気にしないと気にしないんですけど、僕給料明けの馬は基本買わないんですよ。大会でもそれで調子よくしてくる馬多いんですけど、僕の勝手なあれで給料明け初戦の馬って僕はあんまり買わないんですね。でそうするともうだいぶ、うん、絞れちゃうのと、給料明けで、それ以外っていうのはだいぶ、上位の馬が多いんで、まあちょっとあれ狙いっていうのであれば、ケツ2人気の、この今日、キングスコートさん初騎乗のサンストクトン、まあちょっと面白い馬じゃないかな、思いますね。小倉の12レースなんですけど、なんと
マイネルフォルツァが出ます、ね、皆さんマイネルフォルツァとはこういえば初めですけど、未勝利戦で、ミルコデムーロジョッキーが、騎乗して途中で鞭を落として、手でケツを叩いて一着を取るっていうあの伝説の、マイネルフォルツァですね。12レース出ます。買いたいですね。ちなみになんですけど、トップ11のポッパイスティークスが、こうやって10ですね、3人なんですけど、もう予想通り、ポッパイスティークスは、いいんじゃないかな、池添さんから、3分なら3点で、3連続、集中しました。多少はね、やっぱ当てとかないとね、もう、ボツになっちゃうかどうかが。はい、そんな岡山12、8、5、3、4。さあ、これで今日もね、最後のレースなんで、まあ、この辺で当てていただきたいですね。ちなみになんか、こういうの買ってるんですよ、して。これなんですか、ね、水とコオロギのカッキーですか、オースに行った時に買ったんですか、コオロギが塗り込まれてるみたいですよ、あのクッキー、こんなん絶対美味しいやないか。あ、買ってあります、コオロギ控えめ、控えめにするなら入れなければいいのに。すごいですね、食べてみますか、ね、全然当たりも出ないからね、こういうもん食うしかないですよ。お、しっとり系ですね、カントリーマーム的な。良くないね。まず大豆クッキーというものを食べたことがないから、ああ、こういうクッキーの味がする。割とこういうクッキーの味、こういうクッキーがあんまり好きじゃない。なんか笠松競馬場とかで僕結構こうなんかこうしてあの馬券買ったりとかするんですけど、ね、やっぱりこうじっくりとかもあるけど、こうあ行こうって言ってやっぱりこう支度とかもあるしメイクとかも時間かかるし、で今日なんてすごい今日雨だから、どうしようかななんて言って思っていきなりこうやってやったんだけど、気づいてしまったんだよね、もうなんかあ家でいいじゃんみたいな酒もあるみたいなまあそんなこと言ったらね、元も子もないんでね、行ける時はあのもちろん、笠松競馬場にねお邪魔したいと思いますけども、こういう家でねこうやって楽しみ方もいいんじゃないかなと思ってね、できますね。来週は笠松競馬で、仮装の宴ありますんで、まあ、来る人多分多いと思うんですけど、かれこれもう1年経ちますかね。去年、初こう出させてもらって、まあ、ダートレースで、
で、僕一部取らせていただいて、で、今年、はい、連覇目指してやるわけですけども、防衛戦が見ていこうかなと思ってます。去年よりだいぶの参加者も増えるみたいで、まあ、正直、ちょっと一筋縄ではいけないと思いますし、まあ、弱気なこと言うとちょっと、自信もね、だいぶ、ちょっとやばいなとは思うんですけども、ただ、もう勝つことしかないんで、はい、全力ぶつけていこうかなと思ってます。はい。応援よろしく。ダメでしたね。終わりました。終了です。終了しました、お疲れ様でした。はい、パドックだけを見て馬券を当てるという、ぶっちゃけとんでもない話で、まあ、今までねちょいちょいおじさん当ててたんでね、まあちょっと今日こういうのをやってみようかなと思ったんですけども、まあちょっと今日は、ババもね、3回以上全部ちょっと、荒れてたっていうのもあってですね、まあちょっと1レースもね、ヒットできなかったわけですけれども、僕としてもね、ちなみに僕も東海ステークスも当たったんですけど、もうそれでも1680円でしたっけ、3連服、なんで結局僕今日一日で、1万円近く、馬券買ってるんですよね。普段は、だいたいね、5、6000円ぐらいで何とかするんですけれども、今日はね、2人分買ってるんで、1万円ぐらい買って、で、当たったのもなんかそれぐらいなんでね、今日8000円マイナスぐらいになっちゃってるんですけど、まあもうこれしょうがないですからね。とりあえず、まあ僕当時ではもうこの今日使った今日は8000円使って、ツイッターアカウントもう買い取ったと言っても過言ではない。ってことで、どこかお前は、ナマコだ。アディオス。アディオス。ありがとうございました。アディオスだよ。動画見てたらわかると思うんですけど、どんどん机の上散らかっていくんですよね。本当は、ちょっとこう、あるじゃないですか、動画ね、こう、配信とかでこう、駄菓子置いとくとか、そのために僕買ってきたんですよ。まあ、僕が一番食べてるから人のこと言えないんですけど、こんなに食べるかねっていうぐらい今日一日食べてるんですよね。もうすごいゴミの量なんですよ。食い意地がね、ダメですね。やっぱ貧乏人がこういうことやると。食べちゃうんで。うん。特に競馬とかね、やっぱ飲み食いするのやっぱ美味しいですからね。ってことで皆さんもね、一緒に競馬行きましょう。風松競馬、愛してます。愛してます。